日本語コンテペ日本語コンテペイ,テペイ子供と一緒に宇宙から言ってます日本語コンテッペイの時間です皆さん元気ですか、えー、今日は子供の世界についてはいはいはい皆さん元気ですか日本語コンテッペの時間あの子供の時のことを覚えてますかやっ やっぱり覚えてないんですよねまあその何かこう例えば1010、まあ、10歳の時にあのキャンプに行ったことを覚えてるとかねなんかそういうイベントイベントイベントとしては覚えてるんですけどなんかこう日常ですよね。で日常の 自分の、まあ、子供の時だった時の自分のその見ていた世界住んでいた世界いわゆる子供の世界についてやっぱりこう忘れてるんですよね僕たちは。子供の世界ってどういうことかっていうととても視野が狭いんですまず。そしてあの小さいことを 気にしてないんですよまあもちろん性格によって違う子供の性格によって違うので全ての子供がそうというわけじゃありませんが例えばこういうことがある、えー、僕の子供があの帰ってきました、ねまあ僕はあのいつも家にいる子供がまあ日本だから子供は一人で歩いて帰ってきます学校から子供が帰ってくる時僕はいつも家にいるんですねもちろん。 まあ僕は鍵を開けときますねもちろんねで子供が「ただいま」と言って帰ってくる日本のアニメとか漫画でよくあるでしょ「ただいま」みたいなで僕は「ああお帰り」「えなんだその帽子は」はいたら子供が「え間違っちゃった間違っちゃった」間違っちゃったと言ったんですね 僕の子供はあは他の子供の帽子をかぶって帰ってきたわけですね。でこういうことが本当にまあいつもじゃないけどよくあります。はい、帽子を他の子供の帽子をかぶって帰る。で「あれお前じゃあお前の帽子どこにあるんだよ」って言ったら子供はわからないと。はいまあだから 次の日にねあの学校に行ってチェックしなければいけないんですよね。まあ問題ないと思うんですけどあの傘とかもそうですね傘あの自分の傘じゃない傘を持って帰ったりみんながそうでしょうね他の子供が僕の子供の傘を持って帰り僕の子供は他の子供の傘を持って帰りしかものそのまあ きれいにこう交換しているわけじゃなくてあの多分5人ぐらいで交換している状態になってるんですよね。5人ぐらいの子供があがそれぞれ違う子供の傘を持って帰って誰が誰の傘を持っているかわからない。でもなんとなく次の日にみんなその傘を持ってきてくれるからまあ問題はなくなる <laughs>。というかお前ら ちゃんと気をつけろよって思いますよね。でも気をつけられないんですよね。これは子供ね。僕の子供はいつも家に帰ってくるともうなていうかな服がもう本当に全部汚れててあの髪の中にはね砂が入ってるしね。お前なシャンプーをねしながら子供と一緒にお風呂に入るときはこう僕がシャンプーを手伝って。 泥泥が出てくるんですね茶色い汁が出てきてお前どうやったらこんな紙の中に砂入るような遊び方ができるんだよって、ね、でも子供は全然気にしてる感じもないしなんか汚いことが悪いとも思ってなくてまあ楽ですよね。子供の世界っていうのはなんかこう大人の世界に比べるとなんかこう <laughs> 楽な感じがするんですでもその楽というのはなぜ楽かというとなんか見えてないんですよねこの汚れとか汚さとかも想像もしないし知らないしねあと手を洗わなくてその,その手でこう何かを食べてそれが原因でお腹が痛くなるとか想像しないし実際それが原因でお腹が痛くなったり風邪をひいたりしても。 その風がどこから来たのかとかお腹の痛さがどこから来たのかとかそういうふうにも考えないんでとにかく「ああ風邪をひいてしまったまあでも学校を休めるしいっか」みたいなもうそういう発想ね。で学校休むでしょ。で学校休んだらもちろんこの1日遅れるわけですよ。その2日休めば2日遅れるし学校で何をやっていたか分からなくなるでしょ。でももそれも気にしてないし とにかく <laughs> まああのー、まあある意味ハッピーな人たちですよね子供というのはでもそれハッピーと言えますかはい分からないだからハッピー幸せってどういうことかっていうと実はいろいろなことに気が付いてなかったりいろいろなことを知らないようないわゆる無知な状態でそれは無知というのは僕から考えるとねすごく あの不幸な状態だと思うんですよ知らないことが多い多すぎる頭が悪い、ね、これは不幸でしょだから僕たちはたくさん勉強したり本を読んだり世界についていろいろ知ろうとするんですけどでも実際は知れば知るほどなんか不幸になってるようなこのパラドックスねこれは永遠の,あの問題ですよね。 はい、知らない方が良かったの、ね、でも知らないのは不幸でしょ知った方がいいですよね。でも知ったらもっと不幸になっていく。どういうこと教育って何、ね、知識とは一体何かそういうふうに考えざるを得ない。えー、僕の子供ももまあもちろんその視野がね少しずつ広がっていってるんですよ。はい、最近はキャラクターの 書いいたた服とか着たくないしね恥ずかしいとか言い始めたしなんかこう外を歩いてる時も僕と手をつなぐとかあんまりしてくれなくなりました特に学校の近くでね小学校の近くで僕とか奥さんと手をつないだりとか奥さんがまあスペイン人だからねやっぱりこうキスをしたりするでしょ行ってらっしゃいとかねなんか道でこうキスしたりしたいけど子供はそれは嫌だとかね恥ずかしいというわけです。 いわゆる知恵がついたんですね知恵知恵というのはまあ少し頭が良くなったということまああのまあ小さい時って全然気にしないでしょその何も気にしないけど少しずつなんかこう他の人が自分を見ているとか自分のことをどう考えているとかそういうことを考え始めて恥ずかしくなっていくんですよでもそれは幸せですかはい まあもちろん赤ちゃんみたいな大人になっても赤ちゃんみたいな人は不幸でしょうけどでも大人になって大人みたいなまあ一般的な大人ね僕たちみたいにいろいろなこと恥ずかしいと思ったり間違えたくないと思ったりねなんかこうファッションをいつも気にしたりそれが幸せですかそれとも不幸せかよくわからない僕たちは何のために学び 何のために生きているのかそれを考えざるを得ないですね、はい、僕もなんかねどこかに行って家に帰った時に他の人の帽子とかかぶってたいですよねあら間違って隣の人の帽子かぶって帰っちゃったみたいな、ね、それありえないでしょありえますか皆さんスターバックスに行って家に帰ってきたら隣の席の人の帽子をかぶって帰るありますかそんなこと 友達と一緒に。あの食事に行って、家に帰ってきたら、友達の帽子をかぶって帰るなんて。ありますか、そんなこと。まあ、居酒屋だったら、あるかもしれないね。友達と一緒に居酒屋行って。家に帰ってきて、朝、目が覚めて。うん、気持ち悪いとか思って、部屋の中見たら、ああ、友達の帽子があるみたいな。まあ、それはあるかもしれない。まあ、たくさん酒を飲めば、そういうことはあるかもしれないけど、普通はないでしょ それが普通にあるのが子供というわけで、まあ、楽しそうですね。いつもお酒飲んでる状態と変わらないってことで <laughs>。そう考えると、やっぱり羨ましいかな。そろそろ寝る時間ですね。というわけで、ちょうちょう。それはまたねまたね。またね。